で今回のこの動画では、Hatework、えーえー、グループの、えー、内容の再編集の方法について解説をいたしますで。一度作ったグループはこちらの左サイドバーの方に、えー、グループというのがありますので、そちらをクリックすると見ることができます。で発見の隣の,このグループですね。グループにタブをクリックしますと、すでに作成されたものを、まあ、管理しているものが表示されます。 でこちらのグループの方のページに入っていただいてこちらをクリックしてください画面のこちらをクリックしていただいてグループの設定を編集こちらをクリックしますと、えー、Facebook グループの内容を再編集することができますでこちらからプライバシーをまた変更することもできます、まあ、公開非公開秘密の中からまた設定することが可能ですでこれで何度でもグループの 情報を再編集すす。ることができます最後にこの保存するを押すのをお忘れなくしてください。はい、えー、今回のこの動画は以上となります。